なんかまた、NHK がやらかしたみたい。どうも NHK 政治部幹部が、フェイスシールド飲み会を実施したことで、呆れや憤りの声が続出してるようだよ。ちょっと、バッグの写真を見てみて。これは、7月22日に赤坂で開かれた、原正樹政治部部長が企画した、幹部による送別会なんだって。これ、完全に密だよね。フェイスシールドやマスクは装着してるのかもしれないけれど、テーブルの真ん中には鍋があり、みんなでお箸でつついて食べてるんじゃ、フェイスシールドやマスクの意味が全くないと思うんだけど。この件について、デイリー新潮記者が NHK に尋ねたところ、NHK 広報部は、職員のプライベートに関することはお答えできません。NHK の職員は、3密の防止やマスクの着用、手指消毒の徹底など、感染の拡大防止に努めています、と答えたんだって。3密の防止って、この飲み会、もろ3密だよね。そもそも報道に携わる人たちが、感染爆増してる東京で、こんなにも密を決め込んで飲み会するって、どう考えても違和感しかないよね。やるなら数人でやるべきなんじゃないの。まあこの飲み会に関しては部長が企画したということで、参加者は断れなかった背景もあるみたいだね。日本の古き風潮が今も息づいてるってところかな。でも今はそういう社交辞令なんかやってる場合じゃないと思うんだけどね。もちろんこのフェイスシールド飲み会に関してネットでも大炎上してて、ネット上では民放各局はコロナ禍で CM 収入激減、国会議員ですら議員報酬2割削減の中、NHK だけは国民から強制徴収する視聴料で贅沢三昧。なぜ日本には彼らのような絶対貴族が存在するのか。こんなことしてないで仕事終わったらさっさと家に帰れよ。みんな我慢してるんだから。こんなんしてまでしないといけない飲み会なん？受信料で飲む酒はさぞうまいだろうな。NHK。受信料アジャースわらわらわら。氷山の一角でしょうね。営業努力がいらないから羨ましい。解体しかない、などなど、みんなめっちゃ怒り心頭みたい。当然だよね。NHK だもん。でも NHK って、もしかしたら、一般常識が通じない会社なのかもね。だって NHK は企業努力や営業努力がいらないせいか、やけに性犯罪も多いでしょ。完全に会社全体からして気が緩んでるんだと思う。だからこんな飲み会を平然と開いてしまうんじゃないのかな。まあとにかく今回の件でさらに NHK のイメージが下がったのだけは間違いないと思う。しかし NHK の様々な不祥事で NHK の不信感が高まるばかりだね。もういい加減にしてほしい。